ではボンダーを塗っていきます。使っていくものは道具でご説明をさせていただいたこちらの IBD のボンダーを使っていきます。これは地爪とジェルの密着を良くするためのボンド代わりの役目になるものになります。では塗っていきます。これはもう大体でいいのでさっさっさと地爪に塗っていっててください。もう5本いっぺんにとりあえずさっさっさと塗っていきます。さっさっさと塗っていって、例えばですがこの人差し指のようにこれくらいのちょっとテカリになってしまった時、ちょっと塗りすぎになりますので、あまりボンダーの量が多すぎるとジェルが剥がれてしまう原因になりますので、これくらいの量を塗ってしまった時は全体のバランスを見てこのティッシュでトントンと拭き取っていきます。で、多いところはティッシュでトントンと拭き取って、いらないところを取っていきます。で、大体これくらいのテカリになるように塗ってください。塗ったら UV ライトで1分硬化させます。このように UV ライトで1分硬化をさせたらボンダーは終わりです。